月曜から金曜昼1時30分桜心中。記憶をなくしたヒロトは一緒に暮らす明美と共に高山に戻ってきて。心中事件って何です？彼と誰が心中したんですか？過去を知った明美は桜子と再会させ記憶を取り戻そうとしますが、桜子はお互いのために会わないことを決意。そんな中、あの人は桜のお父さんや。真実が知りたい桜は強引に二人を再会させます。そして奇跡が。悪かったな桜。記憶が戻ったヒロトは桜子のために記憶喪失のふりを続けますが、忠幸の言動に耐えかねつい本音を。記憶喪失っちゅんは嘘と違うか？ヒロトの記憶が戻ったことから明美の嫉妬が爆発。とんでもない展開を見せます。